今日はこれからまだちょっと早い時間なんですが、午前中に新しいカメラ、中古品ですが、届いたということが連絡がありましたので買ってきます。今ポンちゃんの枕になっているこのカメラはお役御免ということになりますかね。まあほぼこのカメラでできることは次のカメラは能力がはるか上回っていますので、お疲れ様でした。だいぶ長いこと助けていただきました。ちょっと埃かぶっちゃってるけどね、ごめんね。そしてジャン君、あなたたちが美しく撮れますよ、これからね。こういうのもね、カメラを近づけなくてもアップで撮れるようになりますよ。ジャン君、ポンちゃん、作業ができないんですけれどもちょうど、このデスクの上にですね、日の光が来ていますので、この時間は作業は中止です。ジャン君とポンちゃんに明け渡します。ここもどうぞ。はい、はい、開いてますよ。とうとうですね、キャノン EOS M5、 これの中古ですけれどもね、購入いたしました。開封動画というのは、このチャンネルでは意味をなさないのでですね、とりあえず買いましたということでご報告だけします。で、これによってですね、今まで広角系の、固定のビデオカメラ、これがビデオカメラといってもキャノンアイビスミニ X という、まあ、いわゆる GoPro の類というか種類としては、まあ、仲間になるかなと思うんですが、それの音声を、ポイントにしているビデオですね。それを使っていました。ところが今度は、ズームレンズですね。これが、15
から45ミリという、ズーム。これまあ標準ズームということになりますね。これを装填しています。これで、とりあえず今ね、まずは、フィルターをまずつけたいんですね。どうやってつけるんだ。それに、ズームレンズプラスですね、キヤノンでは、マキエレンズって言われているそうですね。今回調べて初めて知ったんですけれども、値段を安くして、高性能のレンズを、作って、これがまあ欲しくてみんなキヤノンのカメラを買うんだよみたいなことを聞きました。欲しくなりました。そしてキヤノンのカメラを買いました。これがですね、実は通常の一眼レフ用のレンズですね。僕が買ったのは、ミラーレスですので、そのままはつきません。なので、マウントアダプターというのを、これにつけます。で、つけるんですが、マウントアダプターはまだ到着しておりません。今週の金曜日ぐらいになるんじゃないかというお話です。部屋がですね、猫の毛と埃が舞っていますので、結構神経を使います。はい、このような形になりました。嬉しいね。この、50mm の、F1.8STM という、まあ、そのマキエレンズと言われているものなんですが、これを、この M マウントっていうらしいですね。キヤノンの EF-M マウント、ミラーレスのことですが、こちらに装填するために、アダプターを今度、今待っているところですが、50mm、これは一眼レフでいう 50mm ですね。これをミラーレスにつけると大体 80mm ぐらいの、ちょっとちょい望遠みたいな感じかな、になる予定です。これね、過去に、A1 とか AV1 を持ってたのかな。あと AE1 も一時持っていたことがあったと覚えているんですが、キヤノンの一眼レフ、フィルム一眼レフを使っているときに、ズームは70から 210mm、それから、単焦点は24mm と 85mm だったかな。80mm だったかな。という、構成で使っていました。これに近いんですね。なぜかというと、ポートレートが、綺麗に撮れるはず。これはまだ使ってないのでね。という風になっています。そこで、バッテリーも予備を、注文していますが、今日はまだ届いていません。ね、今、チャージしたので、方向か。
はい、これでオンにして、レンズの上のこの三角のマークをこう押した状態で回しなさいよっていう風に、これね、なんて言うんだったかな、 YouTube で見たんだけど忘れちゃった。これをこうやると短く収納できる状態ですね。でもこれだと取れないと、これこうやって回してレンズがこう伸びた状態ですね、この状態で撮影をしなさいということになるそうです。さあ、そりゃそうだ、SD カード入れてませんでした。ちょっと待ってね。はい、この SD カード、これが、すごく高いやつ買いました。 4K 対応みたいなことが書いてあるのかな。これをおすすめされました。まあ高いものを勧めるの普通じゃではなくて、やっぱり動画を撮るときにね、最強の状態にしておきたいです。ストレスがやっぱり嫌なのでね、なかなかこう操作が遅くなっちゃうとか、そういうことがあると嫌なので、あ、開封動画になってる、結局開封動画っぽく、なっていますが、どうしてもこうやって、心落ち着けてね、ドキドキワクワクしながらこうやって開けるものなんでしょうが、これ方向を間違えると大変だよ。はい、こういうことですね。この一旦暗くなら何の意味かな。あ、どっか触ってんの俺。あ、そうかも。右手で持ってる間はならないのに、どっかを触ってますね、きっとね。この、画面表示の中でピントをこうやって合わせていくというのが、まあ説明であったんですけれども、これは過去にはないことなので慣れていかないといけないですね。こういうことです。さあ、じゃあ、あとはこの、カメラに慣れること、体の方を、カメラに慣らすこと、これを、これからやっていこうと思います。ここの液晶のフィルム、これから貼ります。それに関してはまあ見なくてもいいんですよね。ここから、動画に、流れるわけですが、あ、そう、もう一つ大事なものを、これですね、タスカムというところから出ているこれがマイクです。このマイクに関しても、いろいろ、まあ、よしよし云々ということよりは、これステレオマイクになっているというのを、まあ、気に入ったというかですね、
最終的に、音楽もやりますんで、自分のもしくは友人とか、その時に出会った人たちの音楽を、ビデオ撮りする時ですねなどに、これちょっと遠くしないといけないね、使えればいいかなと。オートフォーカスの、走行、操作音みたいなのが、よく取り沙汰されていますが、それに関しても、この、マイクはある程度いけるよみたいな、こういうなんかね、橋のようなのをつけてここにつけるという方法もあるそうです。もしくはですね、どこにやっちゃったかな、これですね、この、商品を買っている人はこれも買っていますよみたいなやつに、ちょっとまた驚されてしまって、こんなものも購入してしまいました。これはそんな高いものじゃないんですけどね、これを一旦この間に挟んで、このクッションを、利用して、この走行音を、させないように、まあ、マイクにね、入れないようにするということのようですが、まあ最終的にそんなに気にする方じゃないです。割と、もし音がしてるようだったら BGM 入れてとか、そんなことをしていますので、まあ、使いながら慣れていこうと思います。結局、猫動画のチャンネルなのに商品紹介になってごめんなさい。あ、もう一個あった。ここに箱になってましたが、はい、これですね、ストロボさんです。これはどっち方向、こっちに、これね、割と最近出たものなようなので安くはなかったんです。まあ、ストロボ群の中では下の方というか、割とこう小さいコンパクトな方の、新製品ですね。なので、値段がこう割引かれていないんですけれども、このぐらいのサイズが欲しかったんですね、もっともっとね。で、購入することにしました。こういう感じですね。これに関しては、まあ、人物や、いろいろなスチール写真を撮る時のために、購入しています。さあ、じゃあジャン君やポンちゃんに戻りましょう。ジャン君とポンちゃんの撮影のテストです。望遠側ではやっぱりちょっとピントが合いにくいのかな、暗かったからね。画質はかなり違いますね。いいですね。そしてこの辺のズームがね、おお、ピントがちょっと揺らぎますか。明るいところなら大丈夫なのかな。
音声の方はどんな感じかな、後でちょっとチェックしますが、では試し撮りです。ちょっともうポンちゃんは暗くて映らないね。今日でもうだいぶ深夜に近い時間になってますので暗いです。テストでした。